皆さんこんにちは、ツコミゴートです。世界一のなんだろう、わからん。なんか動画作りたかったんだけどね、自分でネタとか自分でちゃんと考えてやるような男じゃないから YouTube に投稿しましたよ。今日な、お昼まで学校あるから。オンライン学校は朝の9時から12時まであって、その学校終わってからね、動画作るタイムとか、ドラムの練習タイムとかになるんだけど、今日はね、YouTube に投稿しました。今日から動画を撮って編集して、今日の夜にあげるならどんな動画がいい？って聞いたら、何が出てくるでしょう。でもその前に、私のアメリカに住む友達が、ぜひ日本中のみんな、日本人たちみんなに伝えたいことがあるって、私の友達が言ってますから、今ちょっとつなげてみますね。ジャパニーズの皆さん、こんにちは。私はうざがいです。どうぞよろしくです。アメリカからのメッセージがあります。皆さん、ちゃんと自粛して家に行ってくださいね。私も外に出たいんですけど、我慢して、去年9億円で買ったこの家で頑張って自粛してます。私は海も行ってないです。私毎日このプールで我慢していますよ。私はこの狭い家で自粛してるから、ジャパニーズの皆さんたちも外に出ないでくださいね。わかりました？わがままなことを言わないで、ちゃんと私のように家に行ってくださいね。私のご飯を作ってくれる人も家に帰りました。だから毎日我慢して Uber Eats しか食べてないんです。私はここまで我慢できたら、ジャパニーズの皆さんたちも我慢してほしいんですよ。これはみんなのためです。よろしくお願いします。これはうざがいからのメッセージでした。See you later! おお、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。うざいがいじゃ、うざがい。はい。うざがいさん、ありがとうございます。私もね、プールで我慢しますね。家のプールで我慢しますね。偉いですね。動画のお願いでさ、一番上で出てきた腕立て100回。そんでいいの？腕立て100回でいいの？こういう筋トレのチャレンジみたいなの、俺は断ることできないから、とりあえず100回やってあげるよ。100回なんて余裕ですよ。大きなプレッシャーの一人目、明暗がくっきり分かれました。10回。これでオーストラリア1人目を終わってまずリードです。20回。さあオーストラリア2人目のキッカーは2番のルーカス・ミー。イングランドプレミアブラックバンでのプレー、助走をほとんど取らず。30回。2人連続、シュウォーツァー、これで2人目を止めました。シュウォーツァー、素晴らしいですね今のは。40回。きつい。ワンセットで100回はできんな。ワンセットで40回が限界でした。すいません。はい、次行きましょう。ホラーゲーム。今度ね、ホラーゲーム今度にしよう。唐揚げを食べる動画。あれだよ、あれなの。韓国の、なんだっけ、韓国で流行ってるご飯食べるだけの動画。やばいよね。見たことある。ちょっとなんか気持ち悪くない？でも思うけどさ、ご飯食べるだけでネットのコンテンツとして成り立ってたらさ、最高、最高じゃん。もう本当にご飯食べるだけ。はい、次。今日の夕飯かな。今日は全然カレー作るんだけど、地味にめんどくさい。めっちゃカレー食べたいけど、ちょっとめんどくさい上に、大しためっちゃ本当に普通ザカレーを作るつもりだったからね。料理するならもうちょっといいのを見せたいよな。俺は大した料理できるわけじゃないけど、すいませんね。次、近所のテイクアウト5000円分食べてみたとか。5000円はね、今あんまり5000円もう出したくないよな今。でもちょっとやってみたいよね。なんか何かの大量のご飯買ってきて挑戦するみたいな動画。やっぱり食べるだけでコンテンツに成り立つっていうのはね、一番いい。What's in my bag? とか、
みんな What's in my bag とかしてる？カバンに何が入ってるのっていうなんかテーマなんていうっていう動画もたくさんあるんだけど、あれはさ完全に女性向けだよね。俺はカバンに大したもの入れないよね。まあ俺からしてはさ、誰のカバンを見ても大したもの入ってないと思うんだけど、というかずっと出かけてないから使ってないよカバン。俺飲みに行く時とかさ、あんまり物がいらない時、そんなに持っていくことない時はさ、財布と携帯とイヤフォンだけ持っていくんだよな。なんかカバン持ちたくない。最近使ってるのはこれ。何？プレミアムクオリティ。最近これ使ってるけど、あんまり持つものないよね。スタジオ行くんだったらペダルとか持っていくんだけど、これ何？これ何も入ってないよこれ。ティッシュが入ってる。バラバラになっちゃったけど、これ使ってないからね。お、耳栓が入ってました。耳栓が入ってました。俺結構さ、まあとりあえずいつもティッシュ、これちょっとねほぐれちゃった、バラバラになっちゃったけど、いつもティッシュ持って歩く。あ、ね、わかる。鼻水が急に出てきたら、そんな出ることないけど、めっちゃ嫌じゃん。外にいて鼻水がちょっと出てきて、ティッシュとか何も持ってないで、なんか最悪だけど、一応ティッシュは持って歩く。なんでかわかんないけど、耳栓は入ってる。あ、ゆうちょうはあります。ゆうちょうの、なんていうんだっけ、定評、ゆうちょう総合講座通帳。日本語覚えよ。で、まあドラムの仕事とかあったらさ、まあ、必ずイヤホン使ってる。で、今の携帯さ、こういうこれで刺すんだよね、今は。あの、ヘッドフォンジャックなくなってるよね。だからこういうやつないと、あの、音楽聴けない携帯から。あとはまあ結構ドラムスティック持ち歩いてる時も多いけどね。で、ドラムの仕事とかバケツとかやるんだったら、このガムテープみたいなやつ必ず持ってる。これはまあドラマの命っていうほどじゃないけど、結構便利。あの、バケツの時も使うし、ドラムする時も使う。何かの機材とか何か壊れた時にこれめっちゃ役に立つし、あの、ドラムの音をちょっと抑えたい、なんかドラムがちょっとうるさいとか、このシンバルだけがめっちゃなんか鳴りすぎるとか、なんかそういう時はこうやって貼るんですよ。で、こうやってこうするんですよ。こうしてドラムとかシンバルに貼って、あので、ドラムが振動するときに ここの上の部分が振動して、なんか振動吸収する感じで、あのドラムの音とか短くなる。なんかドンドンっていう音だったらドンドンで、結構やつにたく役に立つ。学校ちゃんと行ってるからね。行ってるって言えば、ちゃんとやってるからね、学校。日本語学校。でも、カバンに入ってるわ、それが。あ、いつもできるだけボールペン入れるようにしてる。なんでか分かんないけど、まあ、たまに必要になるよね。で、投稿のコメント、それしかないんだよね。今、1時間前にあげたからね。まあ、今日はこんな感じで、金曜日にまたライブ配信します。ライブ配信っていうか、飲み会。金曜日の飲み会を楽しみにしてくださいね。みんな毎日家にいて何をして過ごしてるかな。またね。